日本兵庫県神戸市タルミ区青山台青山台は、兵庫県神戸市タルミ区の町名。1丁目から8丁目がある。郵便番号は655-0873。2005年10月1日現在の世帯数は2926。人口は、男性3532、女性3962で合計7494。タルミ区の南東部に位置し、 丘陵地帯に造成された住宅地域である。宮間台と共にジェームス山団地を構成する。東は松風台、塩谷町、南は東るみ町、大井田、西は宮間台、北は廟谷町、下端町に接している。住居表示が実施されている。三丁目に神戸市立るみ東中学校がある。百三十二年頃から、 イギリス人貿易省のアーネスト・ウィリアムス・ジェームスが、青山台の南側、現在の塩屋町7丁目付近に、外国人用の賃貸住宅を50棟開発した。このことから、この地周辺がジェームス山と呼ばれるようになった。ジェームスが1954年に死去した後、当時の山陽電機の社長であった、井上年男が外国人用住宅と土地を買い取り、 山陽系の土地会社が外国人向きに貸し出した。この会社が青山台、宮山台をジェームス山団地として造成した。1973年に東樽ミ町時光丸、麻城、平尾、麻毛、平尾、地焼家平と塩山地の各一部より一丁目から六丁目が成立した。高丸は福田川西岸にも存在する地名であるが、これは、 海岸部からやや隔たった、丘陵地帯を高まると総称していたことによる、加盟である。山陽バスと神戸市営バスが運行されている。青山台、松風台、青山台一丁目、樽東中学校前、宮山台一丁目停留場の各停留所がある。私立小中学校に通う場合、校区は以下の通りとなる。ありがとうございます。